こんにちは。今日は初めてのネイル動画をちょっと上げてみたいと思います。私自身あまりちょっとこう爪などに興味はあまりなかったりはするんですけども、まあ、最近はやっぱりこう手元のやはりなんて言うんでしょう、手先の、マナーとかいろいろ言われてたりとかするとは思うんですけども、今回はちょっと夏仕様ということで、そんなに派手派手しくない感じのネイルアートをちょっとしてみたいと思います。ちなみに爪でそのネイルアートする前に、例えば、こういうアロマオイルなので、これはちょっと自分で作ったアロマなんですけども、オリーブオイルと、あと好きな精油ですね。私はこちらの生活の木さんの、ハーブを使ったアロマを使わせていただいています。なかなかちょっとピントが合いにくいですね。こういうタイプと、あとはこういうタイプを選んでいます。これはオイルの種類としては、そうですね、ピントはなかなか入りづらいですね。レモングラスと書いています。事前にアロマオイルで、爪先のお手入れをした後に実際にネイルアートしていきたいと思います。ちなみにオリーブオイルは何でもいいと思うんですけども、私はこちらの同じくハーブを使ったオリーブオイルを使っています。バージンエキストラと書いてますね。こんな感じで、何でもいいと思うんですけども、あまり手先に影響がない感じのオリーブオイル、生活の木さんでも専用のオイルとか販売されていると思いますので、そちらをまずお試しになってからの方がいいかもしれないですね。ちょっと私はちょっと間に合わせのためにちょっとこれでやってたりとかします。はい、では、実際に試してみたいと思います。今回、使用するネイルアートのマニキュアなんですけども、私は100円均一のセリアさんで購入しました。トップコート用のジルネイルと、であとベースっていうかにメインで色味で使うマニキュアを使います。あとは、一番最初にちょっと爪で貼りたいと思いますので、このじく100均セリアさんで販売されてたこのネイルシールを使ってやってみたいと思います。はい、こちら、台紙を取り出しました。台紙を取り出すとこんな感じのシールになっています。これに爪の形に合わせて、この部分ですね、なかなかちょっとピントが合いづらいでしょうかね。これはちょっと余分な形になるので、これをちょっとスクエア状に、自分で好みの形になるようにカットして貼っていくようです。これでちょっと合わせてみると、こんな
感じなので、まあここをこういう風にちょっと入れたいと思います。ちょっとずつ、どうかな、ちょっと、まあ、残りはちょっと微調整します。この周りはちょっと ガタガタになってるので、ちょっと切って調整しておきましょうか。まあ、こんな感じですね。でこれでちょっとシールを貼ってみたいと思います。こういったネイルシールをちょっと使うのは初めてなので、ちょっと慣れないところがあるんですけども、ご了承くださいませ。と、剥がしたシールをこの指の根元につけて、ちょっと甘皮の部分が飛び出ますね。なのでまだサイズが長いっていうことなので、ちょっと切ります。切り取ったものをこう合わせてみます。こんな感じでしょうかね。でもこんな感じだとちょっとペラペラになっちゃいますね。ちょっとこれ下にしますね。これをちょっと爪先に合わせたいと思います。なのでこう合わすとこんな感じになると思うので、これに合わせて下半分をカットしましょう。今日はちょっと若干風が強いので、風の音がかなり入りまくりだと思うんですけども、ご了承くださいませ。こんな感じですかね。こんな感じに、貼っていって、どんな感じでしょうかね。ちょっと余りますね。こんな感じで。この余分の部分が気になりますけども、しましょうか。ここもちょっと切りたいと思います。これで合うんじゃないかなと
思います。若干空気が入ってしまうんですけども、まあ、これでなんとかなりました。で、まあ、この貼ったシールの上から、まあ、こちらのグロスネイ、マニキュアをちょっとつけてみたいと思います。ちょっと以前ちょっとマニキュアの塗り方を教えていただいたんですけども、最初根元につけて半分で、まあ、またこちらにつけて半分まず、まあ半分ぐらいつけます。で、半分、残りの半分を塗っていきます。で、爪先にもちょっと。こんな感じですかね。まあ、思いのほかちょっとラメがかなり入っているんですけども、まあ、今こんな感じになっています。今日はなかなか晴れてるのでピントが入りづらいですね。まあ、ちょっとしばらく待ってからこちらのトップコートを使っていきたいと思います。だいたいある程度固まってきました。まあ、こんな感じに仕上がりました。ちょっとまあ全体的に塗らなくてもよかったかもしれないですね。まあ、残りはまた同じように台紙を切って、で同じように塗っていきたいと思います。ある程度固まってきたので、今度はこちらのトップコートを使っていきたいと思います。こちらで塗っていますね。まあ、もともとがちょっと無色透明なので濡れてるかどうかちょっと謎なんですけども、かなり塗っちゃっていいと思います。こんな感じでしょうか。で、まあしばらくまた乾かします。あ、番外編なんですけども、ちなみにネイルアーティストで有名なアーティストさんがいらっしゃいます。こちらの方ご存知でいらっしゃいますでしょうか。恋はスリル、ショック、サスペンスや、あとはそうですね、例えば「スタート」とかの曲を作られた相内里奈さんっていう方がネイルアーティストさんでもいらっしゃいます。まあ、今はアーティスト活動はちょっと引退されてるんですけども、まあ、別の、経営者の方として大変素晴らしい方です。まあ、こちらの方はこちらですね。まあ、こちらの作品で、まあ、ネイビーブルーや、ランアップっていう曲も作られていらっしゃいます。おまけでした。